おはようございます。秋総裁のコーチです。1月7日、木曜日になりました。今日広島はですね、雪の予報が出ておりまして、今はどうですか、今にも降りそうな、そういうような感じのどんより曇った感じになっております。先ほどちょっと小雨がパラパラパラっとこう来たんですけど、予報では、明日にかけて、今晩からですね、明日にかけてこの広島、こっちは南部ですけど市内の方は、20センチぐらい積もるんじゃなかろうかということで、先ほど7時過ぎぐらいに会社に来た時にですね、救急車じゃない、消防車が、すごい勢いで、なんか消防車のサイレンの音というのはすごい勢いに聞こえるんですが、行っておりました。どっかの表、確認を取ったら、秋区の船越のがこの広島 の, この会社からですね、ちょっと東の方行ったところにあるんですが、4丁目の方で住宅が燃えておるということで、やっぱり乾燥しとる。そしてこの冬場というのはどうしても火事が多いですから、皆さんも重々そこは気をつけて、外出される時にはストーブの火切ったか、いろいろタバコの火はどうなっとるか、やっぱこのところはよう気にしてですね、出られた方がいいんじゃなかろうか思っております。今日1月7日はですね、この国前寺というこの、前に、ありますが日蓮宗の本山ですが、こちらで1年に1度、1月7日は毎年、曜日にかかわらずこの7日にですね、伊能舞台遊山遊三好の方で、記念館もできておりますが、化け物土というのをご開帳される日であります。昨日からですね、住職に聞きますと、昨日から何件かお電話があって、今コロナの状況でこれ開催されるんですかということで、電話があったらしいですが、一応午後1時からですね、開催されます。多くの方がですね、1本3000円、こういうね、ちょっと待って、これは去年の分なんですけど、こういうふうに後ろにこう開運ってこう入ってます。ご祈祷も一応あるんですけど、これ干支がですね、今年は何年だったかな、馬年ですよね。ですから馬という字がこう入ります。この土をですね、それぞれ、檀家さんおよび檀家さんでないこの伊能舞台遊山のね、やっぱりこの土で縁起が良かったという人が、たくさん買い求められて、昨日の動画でもちょっと紹介しておりますが、これが一時終了した後ですね、授与されます。一応ですね、これない方は、後日明日でもやっぱり密になるのが嫌だという方も昨日電話で問い合わせがあったそうですが、明日でもですね、今日夕方でも構いません、取りに来てくださいということで、今日明日ちょっと雪という予報が出ておりますんで、この週末あたりにかけて広島はちょっと天気が大きく荒れる予報も出ております。ですから来週ね、別に問題ないんで、来ていただいたら構いませんよということでした。ということで、今日も一日ですね、天気が荒れるようですが、怪我なく事故なく過ごしていきたいと思います。皆さんもお気をつけになってください。以上でございます。